おはようございます、マッチョ、フォルテです。シャキン、本日はファッツィオリに来てます。イタリアの、まあ、超有名ピアノメーカーで、約40年前に創業されて、まあ、国際コンクールとかいろんなコンサートとかでも、まあ、使われている、まあ、いわゆる世界のトップメーカーです、ピアノの。というわけでね、今日は行ってみたやりたいなと思っております。まあそんな簡単なもんではございませんが、触らせてもらいたいなと思いますよ。それでは行ってきます。行ってみましょう。こんにちは。あ、これで聞かれてましたか。そう、まあちょっとというわけでね、ファッツィオリの社長さんでございます。皆さんどうも、はじめまして。はじめまして、アレクバイルと申します。アレクバイルさんです、お願いします。今日はね、本当にありがとうございます。いや、こちらこそこちらこそ、いや、遠いところですね。全然ね、近かったです。あ、そう、まあ、もう行きたかったんで。まあねまあねというわけでね、今日はね、せっかくなんで、まあ、いろんなピアノを教えてもらいながら触っていきたいなと思います。残念ながら台数少ないんですよ。あ、そうなんですか。そうです、ね、残念だから。まずはですね、家庭用で人気が183ですね。183センチ、約83センチ、そういうことですね。で、まあ、これよりも一つ のモードあるんですけど、156ですけれども、156はね、基本的にプロジェクトなんですけど、これはスタートですね。これ183ですが、ないんですか。これまだ弾いたことないですよ、ファッツィオリを。あー、すごい。まあ、ぜひいいですか。ちょっと皆さん、ほんなら音楽しみますか。いいですね。うまいんじゃない。あ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そっちの方が嬉しいです。いいですね。そうですね、これ家庭用のサイズでこんな音になるんですね。でしょ、でしょ。え、すごっ。家用もすごいですね。これ、どのぐらいのサイズ。183。まあ、まあ、C サンウェッジより若干小さい。あ、そうなんですか。そうですよ。いいね、いいな。わ、かっこいいですね。まあ、イタリアですよ。イタリアのセンスもあるんですけどね。イタリアのメーカーですもんね。イタリアのメーカーですから、ベネチアから60キロぐらい離れてる場所ですが、ですから、まあ、もちろんオートも立ち回れるけれども、まあ、楽器自身は結構ピリじゃない。いや、そうです。これなんか金ピカじゃないですか。そう、金メキです。あ、金メキ。金メキ、いや、知ってる金メキですが、その中にすごい、これ金メキだ。だから、まあ、今ピカピカだけど、まあ、何でもピアノは新品はピカピカですけども、このピアノはね、数十年後もうピカピカ。はい、これが183、これも183。同じピアノでもどのくらい音が違うのか。全然違いますね。手作りものですよ。だから一枚違う、タッチも違いますね、雰囲気も。こっちの方がより明るいというか、すごい。めちゃくちゃ鳴りますね。いい。いいですね。これが次の大きさは21
212、はい、ちょっと大きくなったんですね。ちょっとだけ見てください、212。すごいな。これはもうサロンクラスなんですね。そうですね、まあ中がすごい、今初めて見た、気づいて、さっきまで音に必死やったすごい、この中もすごい豪華ですね。これはポプラーですね。ポプラーでも普通のポプラーじゃなくて、このネフのそばの、あの木材ですから非常に面白い模様があるんですよ。プラスタンダードですよね。あ、すごいですね。これは楽しいですね。そうですね、これやばいですね。もう音色の幅はすごい多い、普通にベストと思うんですよ、一枚の。現実味のあるぐらいのサイズです。ちょっといっぱいいっぱい。あ、でも大きい。そうですね。まあ、例えばスタインウェイの B 型と、まあ、ほぼ同じ大きさですね。はい、1センチだけは違うんですけど、その次の大きさは、ファツルの場合は228ですね。はい、ファツルの場合は228は、素晴らしい大きさですけれども、ちょっと素晴らしすぎですので、今ですね、売り切れですよ。今売り切れてしまったんですか。はい、はい、まあ、私の自宅のペンは228ですけど。あ、そうなんですか。そうでしょう。いや、次は、これがいわゆる278のです。そうです。フルコンってやつ。そうですね、ファズルちょっと面白いでしょう。小さい会社じゃないけれども、もう本当に生産台数は1年間145台ぐらい。そうなんですか。だけど、小さい会社なのに、コンサートグランドピアノは機種2つです。まあ、278は多分な普通 の、 あのコンサートグランドの大きさですね。だまあ、他のメーカーより若干長いですけど、このピアノは世界一。世界一成長率は最長のピアノですから、まあ、308。実はですね、大きいだけじゃなくて、重いだけじゃなくてですから、運勢さんはちょっとかわいそうと思う。運勢屋さんのことだからね。しかし、4本ベルトついてます。本当や。まあ、実は4本ベルトは、他の機種も頼むことあるんですけれども、308の場合はついてます。4本ベルト見たことありますか？いや、初めてですよ。ちょっと見せましょうか。いいですか？じゃあ、まあ、4本ベルト、まずは鍵盤をご覧ください。お
鍵盤が下に行きましたね。そうですね、結局ね、鍵盤が浅くなります。普通の鍵盤は10ミリぐらいの深さあるんですけど、このペダル踏んだら何ミリぐらいになります。同時にハマーが、その断弦距離が半分ぐらいになります。このペダル踏んだらこのハマー近くなるから、まあ、アップライトピアノの左から見てます。要するに近くなりますので、加速が少なくなって音量が少なくなります。なるほど。しかし音色は変更しない、ね、グランピアノの場合は左ペダルは基本的に音色のため、このピアノですね、音量とタッチ何ミリだけの複雑がありますので、すごく速いベースになるし、普通の場合はディースがソフトペダル踏みながら弾きます。今回はね、このペダル使います。だからこの音の基本的なアクリル音も出てるし、弾きやすくなるし、そしてピアスもできます。ピアス助かります。それだけじゃなくて、このカーブがありますので、両方同時に踏むとすっごいちっちゃいピアスもできます。このぐらいね。おお、すごっびっくりした。いいですね。いいでしょ。逆にこのピアノもね、音量の幅もあるバッチなんですよ。音色の幅が増えるんですね。すごく大きいんですよ。だから胸コルダーを踏んだ状態で、同時に踏むんですね、うん、あ、でも難しいんだけど、踏めたら、これはズリーこれはすげえな。ピアニスト助けてくれますね。まあね、いい実はですね、この一台のピアノはですね、貸し出し結構使ってますね。ですから、それから京平さん結構使ったし、はい、ダニエル・チュフノフとか、いろいろ有名な方々が弾くことあって大好きですよ。だって変わりますね。でしょ。これすごい大きいですもんね。しかもだから大きい音も出ると。後にこんなんやったら喜ばれますねこうやってい
いいですね。なるほど。で、これがフルコンと。これがフルコンね。このピアノちょっとかわいそうですよ。そうなんですか。そうですね。コロナの直前に貸し出しのために輸入したんですけど、多分貸し出しもしてないですよね。もう演奏会がないから。演奏会がないですから、まあ練習してます。でも素晴らしい楽器だし楽しんでいます。これは欲しいですね。あ、まあそれはちょっと別の話になります。